思い出すなんて許さない。シリーズ累計販売本数40万本を超える人気作メモリーズオフシリーズ第7弾がついに PSP にも登場しちゃったのです。その名もメモリーズオフ指切りの記憶。神奈川県藤沢市を舞台に笑いあり涙あり修羅場ありスコップあり指切りありの切なくて心温まるラブストーリーが展開されるのです。いろんな女の子と無節操に指切りをしていると恐ろしい結末が。女の子と指切りをするときは慎重にですよ。さてさて、 PSP 版では新オープニングムービーを収録。さらにプラススイーツパックと称した限定版にはなんと本編と連動した UMD ゲームが同梱されちゃいます。その名も2人の風流案。お目当ての女の子をデートに誘ってキャッキャウフフができちゃうらしいのです。しかも本編のセーブデータと連動しているから進行状況に応じて新シナリオがプレイできちゃうらしいんですよ。すごいです。これはゲットするしかないですね。PSP 版メモリーズオフ指切りの記憶は5月26日発売予定。絶賛予約受付中。え、予約してくれるんですか。じゃあ早速約束の指切りですね。曖昧が生み出した日々